川口港橋は、山梨県富士川口湖町から、川口湖東側を渡り、道庁の国道137号付近に至る橋である。川口湖大橋園系に、三坂山地。左が、足和田山、右が十二ヶ岳。足和田山から望む。川口港橋は、山梨県道707号富士川口湖富士線に指定されている橋梁であり、 かつては、川口湖大橋有料道路として利用されていた。旧有料区間の全長は1600メートル、川口湖大橋自体の橋長は500メートルである。富士五湖の中で、唯一の湖上にかかる橋梁で、橋上からの眺めは遮るものがないことから、富士山の展望もよく、1987年に、美観性と機動性を基準に、雄大な富士の道として、 富士座るラインと共に、旧建設省と道の日実行委員会により制定された日本の道百選にも選ばれている。川口湖周辺の交通渋滞解消を目的として、建設された橋で1971年4月に有料道路の一部として開通した。建設に際し、川口湖上の富士山の展望と山麓の景観にマッチさせるために、自然との調和に、 最大限の配慮を講じられている。有料時代の運営は山梨県道路公社が行っていた。召喚が終わり、無料化後は富士北陸東部地域振興局、鶴建設部、その後同局内の組織再編を経て、現在は富士東部建設事務所が管理している。現在の川口港橋は観光のほか地域の通勤、 通学などの生活道路としても重要な役割を果たしている。ありがとうございます。